はいどうもルリタマです。というわけで今回はターン A ガンダムというわけで、というわけで変更点耐久値が上がったけど3660、まあちょっと低めかな、20くらい低めなのかな、基本が680な気がするからちょっと低めかな。で射撃 CS がボタンを離した時にチャージが消失するようになりました。あれだね、チャージ打つふりしてハンマーやって先着地して CS で取るってのができなくなったってやつかな。で前射撃 CS のコマンド追加、あのフラン砲が打てるようになりました。結構強いっぽいんだけど、どう当たってんのかよくわかんねえから使えなかったね。なんかちょっと使おうとしたんだけどよくわかんねえんだよな。なんかうお当たったって時と、え外れた、なんかよくわからんっていう感じ。なんか難しいねやつこれ使うので、レバー入れ特殊射撃のダメージが減少したけど誘導が上がった。カップル二人突っ込むやつだね。これの誘導が上がった。これ強いね。このレバー入れカップルはマジで強い。二機目が当たったりもするからね。ほんと強いね、これね。で、横格闘派生のダメージがなんかかんたら変わったらしいけどよくわかんない。横派生ってあれだよね。ぐるぐるだよね。なんか打ち上げてぐるぐるぐるってやるやつだよね。で、N 特殊格闘。ダウン追撃は途中で敵に覚醒抜けされた際に動作が中断するように変更。前まで、ああ、そういうことね。覚醒抜けされてたけど、された時、つかみ属性だったけど、落下しなかったとか、そういうタイプなのかな。で、下特殊格闘がセチャンテなくなったのは、いつもの。あ、最終段から他の特殊格闘へのキャンセルルート通過。へえ、そうなんだ。で、覚醒技命中時に打ち上げるように。これで、あれだね。ちょっと高いところから当てても、なんか、置き攻めされにくくなった。置き攻めっていうか、その、ブースト回復できるようになったとか、そんな感じなのかな。というわけで、ターン A。操作がむずすぎる、こいつ。ターン A ってさ、独特で、ブーストの初速がバカ速いのかな？そうだよね。ちょっと待って。そう、BD の回数が多くて初速が速い。だけど、初速が速くて持続が短いんだ。で、そのせいでね、腰へこすんの。わかる？この、へこってしちゃうの。浮いちゃうんだよ、ちょっとなんか。これね、最速 BD、最速 BD、最速 BD みたいなのできないの、こいつ。クソむずい、マジで。バーカむずい。なら、浮いちゃうんだよね、どうしても。腰へこターン A なんだよね。これ、化けないでできてる人すごいよな。これ、クソむずい。いや、ポテンシャルめちゃくちゃ高いの。ブースト回数多くて、ブーストの初速が速くて、ブーストの、その、キャンセルの受付時間が短いわけじゃん。つまりはね、その、控除が短いから。っていうのってさ、強いことしか書いてないんだけど、逆に言えば他の機体と全然違うから、操作難易度が跳ね上がるのよ。普通のダッシュとかだけで操作難易度が跳ね上がるの。やばいこいつ。クソむずい。その代わりポテンシャルは高いと。そう、今のとかさ、ブーストダッシュした後にすぐ不安さ入るから、あ、これもそう、これもステップすぐ入んの。これびっくりしたわ。なんかここら辺はめちゃくちゃ強いね。なんかストフリとかとはまた違う感じの強さだよね、ここら辺は。だこれがね、強い時もあれば、難しくてヘコヘコヘコってしちゃって、ブーストダッシュができないみたいなこともあるんだよね。そこだね。あ、月光町とカーン、強いね、これね。いつものコンボだね、横角出し切りからね。これ以外のコンボ知らん。今、おしゃれなコンボ開拓されてんのかな？あ、ここ偉いんだけど、落としきれなかった。メイン発からだったら落とせたかな？これはね、前もやってたからね。メイン2射とかから。メイン2射は前もなかったか。なんかダウンチカツカツに刺した後に、横チョン当てから遠萌え投げでダメージ伸ばすみたいな。たえねー。クロム？クロムだっけ？強かったの。クロム、めちゃくちゃ強かったじゃん。めちゃくちゃ強かったんだけど、乗りたかったんだけどさ、腰へこしすぎてさ、乗れなくてさ、乗ろうとして頑張った結果、今ちょっと、まあ、ダッシュくらいはできますよといった感じで、乗れてるって言ったらまた微妙か。すぐ浮いちゃうんだよね。浮かないでね、地上を擦りたいんだけど難しいんだよな。だね、本当にターン A は、ぐるぐるパンチって、ターン A は本当にね、今でも強そうだけどね。ポテンシャルは高そう。てか、多分、排入の強振に結構抗いやすいと思うな、こういうキャラは。BD 回数多くて機敏だから、強振に対して無傷で終わらせられそうなところは、だからそういうところを見たら結構環境追い風
な感じはする。追い風？向かい風？追い風か。向かい風はダメだ。自分に風吹いてるわ。追い風な気はするけどね。何が足りないんだろうね。やっぱ射撃 CS が消えちゃうっていうところが、なんか武装当てるのが難しそうだよね、単位は。そこが難しそう。どうしてもリスクを背負う感じになっちゃうのかな。射撃 CS ハンマーで降りた後もう何もないじゃんっていう感じになっちゃうのが、やっぱ難しいところにはなってるのかな。そこどうかな、当てに行くのが難しそうだね、ターン A は。そう考えるとファンネルで何でもかんでもできちゃう今やタイミングにいる排入の方がいいのかな。排入に対してはちょっと強そうだけど、あ、ここカップルで相方邪魔しちゃった。排入に対してはちょっと強そうな感じするけどね。今日覚醒排入来てて、あ、ちょっと偉い折り方して N サブミサイルが当たっていくと、さっきのちょっと偉いね。カプルハンマーから取られるからジャンプ仕込んで浮いてって、まあ、最終的に N サブであがけばいいか、で N サブであがいて、あれはブーストなかったんで、そのままミサイルが当たると。というわけで、なんかちょこちょこ適当なこと話してたら、ついにはラストの試合になってしまいました。あ、これ通信だけ送ってスマホ落としちゃったんだよね。スマホ落として勢いよく、頑張って拾ってた。というわけで、ラスト。相方が X や相手が X2 とファラクト。これラストだよね。ラストだ。ファラクトに行きましょう。いや、カープルどっから来た？最強すぎる。このアシストバカ強いな、マジで。まあ、ファラクトと見合いましょう。ファラクトね、俺が動き腰へこになるからね、狙撃当たっちゃうっていうのも含めて、いろいろガバガバなんで、早めに落としたいと。さっきの横角やばかったな。てか、横角強えな。なんか、一戦目もさ、アルケンにやった時の横角なんかやべえ当たり方してたじゃん。相方が X2 止めてくれてるんで、そのままファラクト行きましょう。ガンダムファンの、まあ、ハンマー当てて。うわ、最強。ファラクト最強。意味わからん壊され方するからな。F 角吐いて、月光町のエフェクト綺麗だね。一回チステとかやって、巴投げで、あ、そうだね。これも多分さっき言ってた、特角そのまま出し切ってたら、あれなのかな。下にピターンと落ちてたのかな。なんかでも、巴投げの紋章見えてたっぽいけどな。どっちなんだろう、わかんないや。Nサブで牽制しながら、あ、山ありがとうね。ファラクトの弾消してくれて。相方先に落ちちゃってるけど、まあまあ、ターン A こういう状況でもやれるんで。最悪、後ろの状態になってもやれると。縦アメキャンみたいなことして、カップル当てて、前特角で寄ってて、横角初段からと N 特角、結構減るね。N 特角は150くらい減るもんね。ガンダムハンマー当てて、追撃がばっちゃって、相方が取ってくれていい感じ。いて、俺は一回落ちたいかな。落ちた瞬間覚醒溜まるんで、サクッと落ちに行きたいですけど。X2 を見るまで減らしてくれてる。このままファラクト落として X2 に行きましょう。カップルからハンマーの降りてく失敗してる。大丈夫か？ファラクト覚醒してきて、まあ俺に来るんだったらその分いいかな。落とされてって、覚醒あるんで行きましょう。これファラクトの覚醒さ、相方当たっちゃって、じゃあまあ急いで行きましょう。下特角から覚醒吐いてミサイルで動かしてたら、その爆捨てに対してミサイルが噛み合って勝ちと。というわけでターン A でした。弱くはねえんだけどな。てか、これコンセプトが強えもんな。ただ、ジャージャうますぎ。腰ヘコヘコしちゃうのよ。腰ヘコヘコしちゃうの。サケバスにサケバスにやられてるんだよ。腰ヘコワンちゃん。完全に腰ヘコワンちゃん。超むずい。操作がむずいのだけ覗けば強いんでも、その操作が難しいのがなくなっちゃったら弱そうだから、そこの強みを生かさなくちゃいけないんだよね。操作練習をしなくちゃいけないんだよね、ターン A 乗る民たちは。むずくね、これ暴発。なんか偽装、俺偽装とターン A どっちの方が難しいかって言われたら、まあ偽装なんだけど。でもね、急いでる時のね、あれがミスりやすいね、こいつは。まあ、ダブロだ、武装なんかやりてえって思った時に、いつもの感覚でなんか、ステップダッシュとかやるとなんか、え、早っ、え、あ、浮いちゃった、おーみたいな感じになって被弾するね。そこが難しいなぁ。早いのは強いんだけど、早すぎるのもね、罪な期待だよなやられてるとマジで取れねえって感じになるんだけど、ターン A いた時そうだったもんね。クロブ環境いた時、マジでターン A 取れねえってなってたから。難しいからこそ人がいない、難しいからこそ強いっていうのはまあいいことではあるかな。まあ取る武装がないといえばないのかなといった感じで、そこが弱点でもあるのかな。まあこれで取る武装あったりしたらね、めんどくせえからな。シャチャ消えるっていう調整ちょうどマジでいい感じだな。でも真ん中より絶対上にいる気がするからな、ターン A。このコンセプトが消えない限りこいつは強い気がする。
まあ、よかったらチャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。感じやった。